はい、今日はですね、ニコン D3400 で、撮影した、箇所を、アップする方法というふうに、まあ、拡大ということですね。拡大する方法を説明したいと思います。まあ、まず、こうやって写真を撮りますよね。撮りました。例えばなんですけど、まあ、全然ピントが合ってないんですけども、まあ、例えば、まあ、ズームしたいと。ピントが合ってるのか合ってないのかっていうのを確認したいというのは、やっぱりね、この小さい画面だけでは正直、分かりにくかったりします。はい。なんで、やっぱりね、ズームして、本当にね、大切な一瞬しかない出来事を、まあ、それで、撮れてない、ピントがボケてるっていうのは非常に残念な写真になってしまうので、まずはここのプラスのボタンを押してください。はい。こうやってね、押せば押すほどズームになっていきますね。はい。こうやってここにプラスのマークが出てるんですけども、だんだんプラスになっていくっていうことは、だんだん上がっていってます。はい。で、こうやって左にやると、また、移動がしてますね。で、ここ、下に押すとマイナスです。ちょっと見にくい、ズームしすぎたなという場合はこうですね。はい。こうやって、今ピントが合ってるとか、例えば、全員が写ってる時の写真で、友達の顔がすごくいい写真だって、思ってアップしたりとか、アップして拡大して、あ、面白いねとか、やってもできますよね。ぜひね、この拡大機能っていうのは、今後必要になってきますんで、まあ、ここにすごくね、操作しやすい場所にあるっていうのがメリットなんで、ぜひ活用してください。ありがとうございました。